ギョロ、タロウ、でーす。A、イノウエさんから。あ、名前は井上と読みますと書いてあった。失礼しました。井上さんからの質問です。同僚の女性が F1 が好きで F1 ライフを教えました。ヨネアさんのフラットな解説、太郎さんが面白いと言って喜んで見てくれています。話は変わりますが、あかんちゃん。褒めてもらえるわけじゃない。褒めてもらえると思ったのね。山本 MD がホンダを退社して新しく会社を立ち上げたそうですが、何をするのかご存知であれば教えてください。わかりません。わからない。まあちょっとずつわかるんじゃない。そうですね。ちょっとずつでしょう。ね、あんまりまた想像でね、喋るとあれなんで、うん、年に何回か F1 の現場にもいらっしゃるっていうことなんで、うん、いらっしゃれば当然みんな日本のメディアはね聞きに行くと思うんで。まあだから、うん、F1 に関して言うとホンダとレッドブルの橋渡しコンサート、まあもともとホンダの中でレッドブルとつながってる人って基本あまりいない、うんうん、まあ、渡辺さんっていうまあ担当役員の方はいますけど、じゃあホーナーさん、マルコさんってね、うん、親しく話ができるかってそうじゃないから、うん、その中で一番親しく話できるのは山本さんかなっていう、うん、まあ、お互い思ってることも大体理解できてるだろうし、うん、っていうところで入ってる、その間に入る、うん、みたいな感じになると思う。 あとはそれ以外も他のレース、国内のレースもなんかコンサルティングみたいなのがあればっていうのは言ってましたし、うん、あと講演会とかもやるっていう依頼来てるんですかね。もうおあとホンダマネージングディレクター山本雅史さんですみたいな。あ、なるほど、いいね。まあ、それやってたら聞きに行ってきましたっていう動画で。そうだね、それしばらくもう食いっぱぐれないね。まあこういうご時世なんでどれぐらいね講演会みたいなのがあるのか分かんないですけど、うん、まあ、だからあの多分ファンの方が企画されて、ぜひ F1 の時の今だから言えること話してくださいって言ったら多分喜んで喜んで話しちゃうのかな。来てくれるんじゃない。そうか、うん、まあ、ちょっと太郎さんが依頼してみましょう一回。いくらですか。そういう現場1回いくらですか、ね、現場で その生の声っていうのを、うん、ね、今まではやっぱり社員さんだからやっぱ言えないことの方が多くて、うん、みんなに本当はもっと伝えたかったんだけどっていうのもあるだろうし、本当の現場にいたからこその F1 の楽しさっていうのもやっぱりあの冷めないうちに、うん、みんなにこう伝えてくださるっていうのも多分山本さんがの使命だと思うんだよね。多分そういう使命感もあって自分で会社を起こされたんじゃないのかなと、太郎さん的には。まあ社員だとできないじゃん、社員で残っちゃうと。そうですね、うん、あの結局は飼い殺しみたいな感じになっちゃうから、うん、そう、自分がホンダの中で、うん、経験したこと、あなたはこの部署ですよって言われたところに行くしかなくなっちゃうので、うんうん、で天下り的にね、そのこれから先定年して何年かお気に入りな変な子会社でそれなりのポジションはあるけど給料もあるけどやることないみたいな、で言うことも言えない、自分が経験したことが活かせないんだったら思い切って自分で会社を作って自由になった方がいいって思われたと思うんで、でまあね、すごくあのフレンドリーなオープンな方なんで、多分皆さんは有志で集まってギャラこんだけしかないけど山本さん話聞かせてくださいと、多分スケジュール空いてたらいいよって言ってくれると思うんだよね。じゃとりあえず太郎さんは太郎プロで講演を依頼してみたら、講演をね依頼してみたら、うん、それ YouTube に流したいんですけど、うん、いいんじゃない。うん、まあまあでもそんな感じじゃないかなと太郎さんは思ってます。はい、なのであのせっかく山本さんがフリーになったんで、やっぱり山本さんを使い倒すっていうのも、うんうん、そうですね、皆さんができることだと思うんで使い倒してあげる方がいいと思うよ、うん、じゃあダゾン、うん、ダゾン出ちゃ休んでる日もないですよっていう、うん、何のためにホンダ辞めたんすかって、そうだよねってなると思うんで、そうしましょう山本さん。はい。